るし。同じ猫科だからいい？あ、何が？ブルース飛行機雲と河川敷多摩川沿いを股にかけたストーリー地球平和を守るためにまた今日も一人6畳まで腕立てストレッチまた奴らが連中が今日もやってきた連絡もなしに5分遅刻でやってきた社会人の心へ教えてやるぜ究極形態ファイアバード本当のところは内気なヒーロー Don't need to you 近づきたいけど君は眩しい太陽奴には拳を君には腹をし合わせようみんな切る年力を込めて今日も戦う天体天体戦士サンレッド。なんか揚げ物の匂いしねえか。コロッケとかそういう匂いが。お前コロッケ持ってるじゃねえだろうな。何を言うかと思えば我々は今から命を懸けた対決をするのだぞ。コロッケなど持っているはずが。その盾の後ろに隠してんじゃねえのか。しつこい男よ。言いがかりはよせ。見ろ、前ではないか。ちょっとその盾貸してみろよ。あ、いや、その。One, two, three. Two. なんだ、この2に入ってたのは。トカチコロッケです。トカチコロッケと串カツです。入ってたな。はい。3には何が入ってんだ。タオルと。携帯とあと湿布薬と絆創膏1にはああそこはアジトの鍵がお前の盾はトートバッグかああタコハイ便でーすかやこはーい何かしら、うん、あ野沢菜よきっと野沢菜バンプさんが通販で頼むって言ってたからついでにうちでも注文してもらったのご苦労様違ったあんたによあ俺何これおバトルスーツじゃんクリーム色ねイメチェンこれ俺のじゃねえよ後輩の鳥取戦士砂丘のだよんなんであんたのところにあいつ新しいの作ったのかええああ間違えたんだろう業者が多分業者業者っていうかなんていうかヒーローリストであいつ俺の次だからな天才戦士と鳥取戦士名前の方もサンレッドとサーキュンでどっちもサだから紛らわしいんだよ前も俺のブーツがあいつんとこ届いたことがあったしよあじゃあすぐ送ってあげなさいよんうーん何よちょっと着てみっかなはぁ、あ、やめなさいよ人のものでしょあいつも俺も L だから着れるだろえバトルスーツって SML 表示なのほらぴったりっていうか軽すっげえ動きやすいじゃんあいつのバトルスーツ砂の中でも動きやすくできてるとは言ってたけどよあいつ砂の戦士だからなおオーバーメットまで入ってるよお若干緩いけどかぶれるわもう脱いだら新品なんでしょあいいこと思いついたこの格好でバンプからかいに行こう。デビルテンテク。見事な破壊力だ、ゴタよ。
次のサンレッド抹殺作戦、お前に託そう。ギョーギャー、黒サイムの怪人ども。何、貴様何者。お前たちは俺が倒す。鳥取戦士砂丘参上。鳥取戦士砂丘は言わずと知れた鳥取の戦士である。砂の戦士である彼は大地の力を味方に悪を打つのだ。鳥取な、なぜ鳥取の戦士が神奈川に。そう、砂丘ジャン。面白い、サンレッド抹殺の前の小手調べだ。やってしまえ、砂丘ジャミー。デビル天敵だ。ほう、やっべ、ヘルメットがずれた。ブラックドリーム。わんじゃこりゃ。おおおお、よし、今だ。一気に畳みかけ残った。やっべ、黙って借りてるのにすぐ現ねえと。何、何、逃げたのかな。さあ、まったくバカなんだから。あいつの調子づきやがって。でもよかったわ、今の洗剤がすげえのかあいつの炭がすごくねえのかわかんねえけど、汚れは完全に落ちたな。オッケーオッケー、アイロンかけたらわかんねえわかんねえ。おい、もし砂金の野郎がなんか言ってきたらよ、お前も口裏合わせてくれよ。知らねえって。いやよ、正義の味方のくせに私に嘘つけっていうの。いや、あんた一人で処理してよね。私もし聞かれたら本当のこと喋るから。わかったよ。その代わりあいつの電話に出るなよ絶対。いや、ほんと、レッドさんにも見せてあげたかったですよ、私たちの真の実力を。お前たちの真の実力なら嫌ってほどわかってるけどな。サキュンはかなりの実力者でしたけど、私たちの敵ではありませんでしたよ。ね、あと一歩で確実に抹殺できましたよね。まあね。あ、もしかして最初のデビルテンタクルって当たってたんじゃないですかね。あ、俺もそれは思った。はいはい、だからブラックドリームも避けきれなかったんですよ。当たってねえっつーの。肩の骨でも砕けたんじゃねえ。ヘルメットがずれただけだよ。いやー、でもサキュンってよかったよね。ヒーローらしいヒーローで武器使ってくれたし、攻撃避けるのに派手なアクションだったし。私、ああいう戦いを求めてたの。あれだよ、私たちってああいう戦いなら強いんだよ。そうですよね。なんせ逃げましたからね、ヒーローが。でもなんか勢いついた感じしません？ぶっちゃけ、どっち癖ついたかも。次のレッドさんとの対決が楽しみになったね。覚悟してくださいよ、レッドさん。ただいま。あ、かよこさん。あら、バンプさんいらっしゃい。野沢菜持ってきたよ。え？別々に頼むと送料が倍かかるでしょ。だからうちにまとめて送ってもらったの。さすがバンプさん。この間の連休どっか行きました？うん、東京湾。東京湾すか。ん？あ、こたさん、あれあれ。うわ、おい、さきゅんくん。何、久しぶりじゃん、きゅんきゅん。何してんの？まだ帰ってなかったんだ、鳥取に。どうしたの、黙っちゃって。まずい連中に会っちゃったなってか。まだやられていなかった？何、あれ、悔しくて帰れなかったの？わけわからんこと言うてるとタコ流れにすんぞ、こら。何、何、なんて言ったの今。タコにかけてタコ殴れ、うまいこと言っちゃって。逃げたくせに。やれるもんならやってみろよ。あれしよ、タコ。悪いな、サキュン、わざわざ来てもらってよ。いえ、俺も久々にレッド先輩の顔が見たかったんで。ほら、これバトルスーツ。すんません、あの業者ほんといい加減っすよね。あ、そういや、さっき見た目も中身もタコな変な怪人が因縁つけてきやがったんですよ。ああ、たまにいるんだよ、身の程知らずなバカが。ほっとけ、ほっとけ。適当に締めときましたけどね。大変っすね、あんなのまで相手しなきゃいけないなんて。まあ、いやI'm sorry.
かもな。アニョハセヨー、バンプ将軍のサッと一品の時間だよ。今回紹介するのは韓国風卵かけご飯。普通の卵かけご飯とはまた違った風味でおすすめだよ。じゃあ早速材料の紹介。まずはご飯を茶碗一杯、それに生卵、あとはごま油、海苔、醤油、これだけ。それじゃあ早速お料理。まず温かいご飯のてっぺんにお箸でちょこっとへこみを作っておきます。こうしておくと卵をこぼさずに上手にのせられるよ。次にご飯にさっとごま油を垂らして、その上に小さくちぎった海苔を散らします。散らす海苔の量はお好みで。次に卵を黄身と白身に分けちゃいます。卵を手のひらの上で転がすようにすれば、ほら、綺麗に黄身だけ取り分けられるよ。レッツチャレンジ。ご飯に卵の黄身を乗せて、最後にさっと醤油をひと振りして、あっという間に出来上がり。韓国風卵かけご飯、よくかき混ぜて召し上がれ。醤油の代わりにすき焼きのタレを使っても味に深みが出て美味しいよ。ちょっと小腹が空いた時なんかに手軽に作れていいですね。残った卵の白身はインスタントのわかめスープにでも入れて食べちゃって、残しちゃもったいないからね。鶏のひき肉にみじん切りの長ネギ、酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めて、さあ悪と油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味にポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて、タンゴ鶏団子鍋食べよう。